今回は赤いサンゴミズキの枝を用いてクリスマスツリーのように三方から立ち上げたコーンのようなスタイルにしていけてみます。すべての A コースと F コースはこの手法を使った種の姿に用いておりますのでご参考になさってください。サンゴミズキは3本を同じような長さに切って3本に立てます。小ぶりな剣山でしたらあまり間隔は取れないので2つ用いていけると良いでしょう。大きい剣山でしたら1つでもいいですが、こんな風にして3個合わせて、お届けの金色のリボンを用いてまとめたところを結びます。で、しっかりと2回くぐって、そしてハサミを使ってしごきます。このテープは片面はキラキラで、もう一方の裏面は艶消しの感じになっておりますので、艶消しの感じの面をハサミでしごきます。しっかり持って強めにぐーっとするとくるっとカールします。で、もう一方もこうやって持って、手で持って、ちょっと引っ張るとくるっとカールします。左右対称にならない方がおしゃれな感じになりますので、自然な感じにくるっとしてあげてください。まとめた先は、少し長いかなと思ったらちょっと切ってまとめして用いると良いでしょう。これで使用ができました。カーネーションいけます。カーネーションは棒立ちにならないように、これが右傾斜で、で次に真正面にしまい、よく前傾させて吸います。で、もう一本は、今入れた2本のカーネーションの間に、低く沈めて、左へ。で、次にオンシジュームを入れます。オンシジュームは、長く用いて、この空間に立ち上がったような姿に、こんな感じですかね。で、立ち上げて、少し右手に流れるような雰囲気で華やかに。次にドラセナで足元を引き締めます。月枝から切り離して持ってみます。で、くるりと丸めてホチキスで留めて輪にしたものをいくつか作って用います。たくさんついている場合はたくさん入れてもよろしいですし、あまりたくさん入れるのがお好みでないようでしたら少なめでも、それはお好みで
今回は4箇所程度用います。で水切りして、前後左右に変化をつけて、いくらが右、そして少し左、この辺りとか、で右手にも入れましょうか。でそれぞれが同じような調子にならないように、長短や傾斜、角度に変化をつけて入れると良いでしょう。最後にカスミソウを入れます。カスミソウは月枝から切り分けて、この書き口あたりにちょっと剣山を隠すような感じで入れて、もう一本は左手に雪のように入れると、クリスマスの雰囲気のバリバラの出来上がりです。残りがあれば、こんなところにもちょっと添えてみるのもいいでしょう。